どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2021年に私ね、 ANA のダイヤモンド州をね、防衛ということでいたしまして、2021年ね、ダイヤモンドを取ったんですよね。で、2022年になってですね、本当に先週ぐらいにですね、ステータスカードが届いて、まだね、このタグっていうのがですね、届いてなかったんですよ。ANA のね、ダイヤモンドタグ、こちらね、結構重厚感あってかっこいいんですけども、こちらがね、まだかな、まだかな、なんていうふうに思ってたんですけども、やっとね、昨日到着いたしましたので、本日はですね、こちらの ANA のね、ステータスカードと、ANA のね、ステータスカードと、こちら ANA のタグですね、こちらね、実際に開封させていただいて、どうやらね、このタグっていうのは毎年ね、デザインが若干変わってるらしいんですよね。ちょっとこれ毎年なのかどうかわかんないですけども、今年はね、変わっているそうなので、まあ、本日はですね、こちらのダイヤモンドタグと、まあ、ステータスカードね、開封やっていきたいなと思います。ということで早速ね、開封していきましょう。まあ、ANA のね、ステータスカードっていうのはですね、まあ、おそらくね、変わらないと思いますんで、まあ、私ね、2019年にダイヤモンド修行して、で、そのままステータスね、延長になってますんで、このステータスカードっていうのは、19、20、で、今年21で、22かな、これが。ということで、もらえてるっていう風になりますんで、全部でね、今回で4枚目ですかね。はい、こんな感じで2022年のね、ステータスカードをいただきました。ちょっと今までのと見てみましょうか。まあ、ここね、2020年のね、あのステータスカードがね、ここにあるんですけども、これね、カメラだとわかるかな、若干色味が違うんですよね。はい、わかりますかね。いや、これわかんないかな。実際に手元に撮るとね、若干2022年の方がね、まあ、色が薄い。まあ、これ誤差のレベルかもしれないんですけども、一応ね、この2022年のね、ステータスカードの方が若干色が薄い感じがね、気持ちしますかね。うん、まあ、これは多分誤差なのかもしれないですけど、まあ、デザインが変わった、まあ、デザイン自体はね、全く一緒っていう風になりますんで、まあ、まあ、これは誤差なのかもしれないんですけども、若干ね、薄い感じでね、仕上がっているっていう風になります。まあ、これはね、毎年もらってもね、なんか嬉しいですよね。なんでなんですかね。はい、でね、2019年と2020年があって、2021年どこ行ったんだって話なんですけど、ちょっとね、上のね、あのカードホルダーに入れてまして、ちょっと今見当たらないんで申し訳ないですけども、2019と、2020と2022があるっていう感じですね。はい、こんな感じで、はい、で、今回でね、4枚目のね、ダイヤモンドのね、カードをいただいたっていった形になります。いやー、やっぱりね、なんか知んないですけども、やっぱりこのステータスカードっていうのは嬉しいですね。はい、いや、嬉しい。これね、なんかね、達成するとね、待っちゃうんですよね。これなんでなんですかね。はい、ということで、やっとね、ステータスカードと、タグが到着したということで、まあね、これはステータスカードということで、まあ、そこまでね、変化はね、まあ、見られないですけど、ちょっと若干薄い気がしますけどね。まあ、これは誤差かもしれないですね。ということで、次にね、ネームタグですね。はい、到着しました。はい、ちょっと個人情報だけね、隠させていただいたんですけども、昨日かな届いたのが。でね、すごい雨降ってたんですよ。でね、雨降ってたこともあって、結構ね、あのダメージがある感じでね、届いたんですけど、まあまあまあ、中は大丈夫だと思うんでね。はい、ということで、いや、これもね、嬉しいですよね。これもね、やっぱ待っちゃうんで、あの、まだかな、まだかなということでね。はい、ということで開けました。はい、中はね、こんな感じになってます。はい、では開けていきましょう。開けます。シールがついてる。はい、どんな感じで開ければいいかな。ここでこうやって開けちゃいましょうか。ということで開けます。じゃじゃん。はい、はい、よいしょ。画面が見えない。どうでしょうか。こんな感じになっております。いや、かっこいいですね。ちょっと見ていいですか、じっくり。あー、かっこいいですね。あー、かっこいい。あ、またやっぱりデザインが変わってますね。よいしょ、ちょっと出して、こんな感じになっております。いやー、かっこいい。かっこいいですね。いいですね。
ダイヤモンド2022 ANA マイレージクラブということで、裏にはねちゃんと名前がこんな感じで彫られております。はい、ということで私はね2020年にダイヤモンドステータスね、2019年にステータス修行して2020年度の本会員っていうことなので、2020年のねタグと今回ね2022年のねタグという感じですね。ちょっとこれはセットしておきましょう。いやこれやっぱり嬉しいですね。おそらくステータス修行されてる方はね結構集めてる方ね多いんじゃないかなと思います。いやこれねつけたいんですけどもったいなくてつけられないんですよね。なんかやっぱりつけたらね汚れたり壊れたりねするかなとか思うとなかなかですね。ではちょっと2020年と2022年のねタグの比較です。こんな感じどうでしょうか。このねもう完全になんか今年のは、ザラザラ、これなんていうのワニ側、いやちょっとわかんないですけどもこんな感じでねザラザラしてる感じで、それ以外はね一緒ですかね。でも縫い目とか若干違う気がしますけども、これもまあ誤差かもしれないですね。でこのタグのこっちの部分もねもうそのザラザラのね素材がそのまま採用されているっていう風になりますんで、本当にね全体的にザラザラしてる感じで、大きさとはね全く一緒ですかね。まあ、見てる感じだと全く一緒な感じですかね。で刻印とかどうなんだろうな、ちょっとねこうやって見ると、あのプレートみたいなのはね全く一緒ですかね。日付あの年のね感じだけ違いますけども、まあそれ以外はね全く一緒っていった形になりますね。いやー嬉しい。はい、こんな感じで2020年と2022年のねタグっていう感じですね。まあ裏はまあ一応お見せしますけども、こんな感じになっておりまして、はい、どうでしょうか。こんな感じになってます。まあ表も裏もねこのザラザラの感じと、まあ、2020年はツルツルだったんですけども、こんな感じになっております。いやーいいな、嬉しい。いやね、いつかね、リモアっていうね、あの有名なスーツケースありますよね。まああちらを購入したらね、これ全部つけたいなと思ってるんですけども、いやまだね、あのその高級スーツケースがね、高すぎて、まあ、なかなか手出せてないんですよね。まあそれを買ったらね、つけようかななんていうふうに思うんですけども、まあしばらくはね、あの私の動画ね、見ていただける方ね、あの気づいてる方もいるかもしれないですけど、あそこにね、いつも飾らせていただいておりますんで、このね、2022年のタグもね、あの、飾らせていただこうかなと思います。いやこれでねスーパーフライヤーズとダイヤモンドタグね、合計3つのタグをねゲットしたっていう感じですね。嬉しい。はい、こんな感じになります。やはりねこのダイヤモンドタグはね、このスーパーフライヤーズのねタグって、あの言っちゃ悪いかもしれないですけど結構ねあれなんですよ、結構あのなんつうか安っぽいんですよね。これちっちゃいですし、なんか板もねすごい薄いんで、ちょっとね安っぽいんですけども、このダイヤモンドのタグはね本当に重厚感もあってね、重さも結構重いんで、これはねもらってねみんな嬉しいと思うんですよね。まあみんなって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけども、はい、非常にねかっこいいですし嬉しいですね。はい、こんな感じになっております。ですので、2020年のねステータスカードは、まあ、3月の、第2週ぐらいに届いたのかな。で、ステータスカードじゃなくてタグの方はね本当に第3週第2週かとかね、そこら辺に到着したっていう風になりますんで、2021年にねステータス修行された方はですね、そろそろね到着してるかなっていう風に思いますので、まだ届いてない方ね実際にいらっしゃるみたいなので、まあちょっとね楽しみにしといていただきたいなっていう風に思うんですけども、私がねツイッターとかでね見ていると、本当にね 2,3 週間前に到着してる人ね結構いらっしゃるんですよ。ですんで、これね、ちょっとわかんないんですけども、人によってね、ラグあるみたいなので、まあ、まだね、到着されてないっていう方もね、わざわざ電話するとかね、まあ、そういったことはね、しないでいただいて、もうしばらくね、待っていただいて、まあ、来ないようであればね、問い合わせていただくのもね、いいのかな、なんというふうに思うんですけども、ひとまずね、人によって全然これ、
変わるみたいなので、まあ3月中にはね届くかなというふうに思いますので、もうしばらくですね、まだ到着されてない方もね待っていただければなと思います。ということで今回ですね、こちらのねダイヤモンドステータスのタグとステータスカードね到着しましたので、実際にね開封させていただきました。いやね、やっぱり嬉しいもんですね。ということで今回の動画ね、ちょっと簡単ではあるんですけども、こんな感じでね終わりたいなと思います。この動画役には立たないですね。はい、ということでまたね次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。